らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうも。よ、あの、八神さん。ええ。八神さん。
八神さん。しばらく寝とけっての。何？え？おい、なんだ？ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけって。いらっしゃいませ。ん？はい。
く時間食っちゃったよ。戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった。まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。1年前、海藤さんが組を破門にされた時、あ、事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった。海藤さんは何か聞いてるか。金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東がどうやって。さあな、もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか。今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。ふん、そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より頭は俺らのことが嫌いだ。たく、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。テンダーに行く気か。綾部の情報を買うんなら金がかかるぞ。金が足りなきゃその時考えるよ。
はいはい。いらっしゃいませ。
らく寝とけって。ったく、時間食っちゃった。いい加減にしろよ。ああ。さあ
そう。ああ、あの、ああ、加減しねえからな。しゃ！できねえぞ。まだまだ。
なあ。なんだと？はあ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。時間食っちゃったよ。
い加減にしろよ。もしもし。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お願いします。I don't know。